山下ゴール前後ろから上がってきます。クロスを入れて西矢のヘディング入った。西矢決めました。栃木先制。67分、栃木先制。いや見事でした。見事です。今、ね、クロスがしっかり、ね、フリーの選手を捉えましたよね、はい、ポジション中のポジションをしっかり見てね、完全にフリーになってましたからね。今シーズンこれが5ゴール目になります日夜和樹です。この1回外に振ってね、ちょっとねこうスペース空いたんですよね、はいはい、ちょっと山形のディフェンダーがね中に入ってくる選手につられてちょっとポジション下げて、西矢選手はそこに留まってたんですよね。そこでスペースを作ってしっかりヘディングですよね。ここで見事でしたね。見事ですね、はい。